ありがとうございます。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 1月24日は私たちにとっては、とても特別な日です。今日の日、本当は、タイガースで、全員でこの武道館の舞台に立ちたかったです。師匠は、やっと、勇気を振り絞って、今日ステージに登ってくれました。高橋克実は僕のやり方が気に入らんと言って今回は降りると言ったままです。決してどうも僕は諦めておりませんし、タイガースのメンバー全員がもう一度全員で集まってやりたいと思っていると僕は信じております。僕たちは命のある限り全員揃って初めてザ・タイガースです。近い将来それが実現することを心から願って皆さんにもぜひ待っていただきたいと思います。近い将来です。喜びも悲しみも